藤尾真嗣です。よろしくお願いします。はい、星野です。よろしくお願いします。いや、はい、残留しましたね。しましたね。まあやっぱりあの山形戦ですよね、の勝ち点3が、はい、そうなりましたね。ね、はい、聞きましたよね。聞いたっすね。じゃあ京都戦なんですけど、辻尾さんが京都に行ったということなんで、まあ、その辺のお話もじっくり聞いていきたいなと思います。辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りします。まあ本当にいろんな方から LINE とかメッセージとか、はいはいはい、鳴りやまなかったですけどね、本当におめでとうって、はい、よかったねって言って、もうやっぱり皆さん本当にそうやってスポンサーじゃなくても気にかけてくださってる方とかたくさんいたんだなと改めて感じますよね。まあ、去年がね、降格なかったから、うん、まあ、2年ぶりのこの、まあ、感覚、はい、しかも4つ落ちるっていうことだったんで、うん、でこれ本当19位だったとしたら、うん、最後の最後でもう熊本と岩手か、はい、勝ってね、結局2つ上がりましたからね、うん、泣きますよこれね。え、うん、いやー、よく残留しましたね。でもあの状況からそうですね、うん、すごいと思いますよ、うん、残留が決まって、まああの相模原のね、うん、結果というかその試合経過がもうやっぱベルディにも一方的にやられてたので、はい、途中でもうあこれ大丈夫やっていう感じにはなったんですけど、うん、その山形戦が強烈すぎて、その感覚としてね、残留嬉しいんだけどなんかよくわかんない感覚わかります、このいや、わかります。あれ嬉しいんやけど、うん、なんやろこれみたいな、わ、うん、かります、わかります。でね、この感覚なんやろうと思って、うん、ここ最近味わったことない感覚やったんで、はい、いろいろこう考えとったんですけど、うん、漫画の最終回の一つ前の話が一番盛り上がって、はい、最後なんかクロージングみたいな感じ、はいはい、あの特にスラムダンクとかそんな感じだったんですか。三能戦でもう勝ってってなって、はい、うん、一番最後の最終話は、うん、選手みんなのこう今後みたいな感じで、うん、あっさりみたいな、あ、そう、あっさりしてた、はいはい、だ山形戦がもう最高潮でバッとこういってっていうようなその感覚に似てるなと思って確かにそうですね、うん、うん、だからまあ結果的にはね、こう残留したんですけども、うん、やっぱ山形戦のあの勝利っていうのは本当に大きくて、そうですね、ここで3取れたっていうので、うん、まあ、ほぼ残留したって言えると思いますね。はい、まあまあまあ、そんなこんなで、はい、まあ、京都にね、うん、行ってきたんですよね、辻尾さん。はい、そうですね、うん、僕もほんまになんかそのプライベートであの J リーグ行くこと自体久々だったし、あ、そっかそっか、うん、で本当にあのツイッターでも書いたんですけど、自分のお金でチケットを買って J リーグ見るって初めてやったんですよ、うんうん、そうなんですね。だ高校生まではまあ親のお金じゃないですか、はいはいはい、まあ、親にお金ちょうだいって言って J リーグのチケット買っていくみたいな。で大学生になったら、まあ、あの特別試合になったので、うんうんうん、まあ、見るなら清水関係の試合しかなかったので、はいはいはい、まあ、チケットもらっていく。うん、でそこからまあプロになって引退してスタッフになったので、なかなかそういう機会なかったので、あ、そっかそっか、はい、めっちゃ貴重な体験でした本当に。だから亀岡駅に着いた時のなんかこのスタジアムを見えた時のこの興奮とか、うん、あ、高揚感が、高揚感がでもう紫色の人ばっかりブワーっていく、このなんか J リーグやるぞみたいな雰囲気とか、ちょっと興奮しましたね。あ、うん、やっぱね、専用スタジアムっていうのもあるし、はい、まあ、普通にこうダゾーンで映像越しで見てても、うん、すごい素晴らしいスタジアムだなっていうのは分かるし、はい、まあ、いいっすよね、やっぱね。いやー、よかったですね、やっぱ専用スタジアム最高でした。非日常感みたいなのはね、うん、きっとあるんでしょうね。そうですね、うんうん、なるほどね。あの専用スタジアムであの雰囲気でやれる選手ってほんまに幸せやなと思いながら、うん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 、はい、見てましたね。なるほど、うん、まあ、僕はね、あの片町キララで行われてたパブリックビューイングに行ってたんですけれども、はい、うん、めちゃくちゃ人来てましたよ。あ、やっぱり250って発表されてたかなと思うんですけど、はい、もうぎっしり、へえ、すごいな、うん、もうすごいいて、でね、ちょっとインタビューをね、お二人の方からインタビューさせてもらったので、はい、ちょっとそちらの様子を聞いていただきたいなと思います。はい、今日片町キララにね、パブリックビューイングに来てます辻尾ラジオなんですけれども、ちょっと一言だけいただこうかと思います。あの見事残留決めましたけども、今の気持ちどうでしょうか。嬉しいです。はい、もう来年もこの J2 の舞台で応援できること本当に本当に本当に嬉しいです。もうちょっとこうヒリヒリするかなっていうね感じもありましたけどね、その辺どうですかね、見てて。携帯を共にしながら他会場の結果を見ながらやってたので、まあ、相模原が 0-3 でその安心感っていうのもあって、
まだまあまあまあその部分はそんなにハラハラはしませんでした。今日もなんかさつまいも食べてましたよね。はい、そうですね。ちょうど五郎島金時があったので、多分さつまいものパワーで残留できたんじゃないかなと思います。これをジンクスにして、ね、いきたいと思います。はい、辻浦ラジオ現場からお届けしております。いつもあの聞いてくれてるポッキーさんがいらっしゃったので、ちょっとインタビューしてみたいと思います。残留おめでとうございます。おめでとうございます。いや、J3 の結果待たずでしたけれどもね、相模原が負けてということでしたけども、今シーズン通してどうでしたかね、42試合。そうですね、苦しい時も本当にありましたけど、でも、前節の本当に劇的な勝利も含めて、本当1年間感動をいろんな感動を与えていただけたそんな1年でした。辻尾さんに向けて何かメッセージを一つよろしくお願いします。辻尾さん、残留おめでとうございます。今日は、はい、美味しいお酒一緒に飲みましょう。はい、ありがとうございます。ポッキーさんでした。またぜひ聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやということで、もうガチラジオっぽいですよね。いいっすねこれ。星野さんインタビュー上手ですね。いやいやいや。パブリックビューイングに来ていたあの女性の方と、うん、はい、はい、いつも聞いてくださってるポッキーさんだったんですけれども、うん、はい、まあ、一緒にお酒飲みましょうということで、はい、飲みました。飲みましたよ。それまあ飲みましたけれども、飲みました、はいはいはい、ぐでんぐでんな感じですかね。いや、やっぱり山形戦の方がやっぱりちょっと行っちゃいましたね。そうですね、うん、やっぱそんだけ山形戦劇的やったってことでね。そうですね、うん、ポッキーさんありがたいですね、本当に、うん、はい、ということでね、ポッキーさん、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。女性の方もね、なんかすごく、はい、なんかさつまいも食べて勝ったみたいなこと言ってましたけど、うん、もう顔まで明確に想像できますけどね。よう知ってる声でしたね。あ、本当ですか、はい、あ、うん、まあ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 、うん、まあまあ、うん、僕もね、なんかどっかで見たことあるなというふうにはですよね、はい、思ってたんですけど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そういえばね、はい、京都のスタジアムで、森脇選手いるじゃないですか、京都の森脇選手、あ、対談するんですけど、元 浦和に行って、僕広島で一緒にプレーしてて、うん、森脇亮太っていう、はい、まあ、元日本代表の選手いるんですけど、はいはいはい、その選手も YouTube やってて、でその YouTube に僕ちょっと出させていただいて。ああ、そうなんですか。はい、へえ、何だっけな、誘ってんじゃん TV っていうのがあって森脇亮太の誘ってんじゃん TV にちょっと出演するので。じゃあその時に撮影したってことですか。その時に撮影しとって、うんうんうん、で、あ、見たことある、名前やなと思って、はいはいはい、僕一緒にちょっとプレイしたことあって、あーはーはーはー、ちょっと喋らせてくださいって言って。へー、はい、そうなんですよ。もう飛び込みでみたいな感じですか。あ、そうです。向こうは、まあ、サポーターの方、まあ、森脇選手が対談するし、うんうんうん、サポーターの方に一言みたいな感じで、多分後輩とかになるんですかね、うん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 、が撮影してたんですけど、はい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 、はい、そうなんですよ。いや、みんないろいろやってるなと思って。まあ、京都強えなって。京都強いっすよ、あんなん。もう豊かなんてあんなん反則ですよ。豊かすごいっすよ。すごい、まあ、豊か見に行っただけでまあ満足できるなっていうぐらい、 あれでゴール一発決めてくれたらやったーって感じして。最初はねフォワードの位置やったんですけど、イスマイラ選手が入った後に、うん、左、ちょっとそうですね、引いたっすもんね、うんうん、あの時のボールキープ力っていうのは半端なくてね、本当に何なんすかねあれ。取られないですもんね。うん、やっぱ幅もねあって足も長いしっていうのはあるんですけど、あ、まあうまいっすね。めちゃくちゃうまいっす。うまくて幅があって、うん、でギュッっていうスピードもやっぱりね、うん、推進力というかまだまだありますもんね、うん、何でしたっけ、ハンターハンターのあれですよ、こう3メートルぐらい近づけないみたいな。縁ですか。彼もね念能力ですかね。あれな、ルキアンの時に言ってたんですよ。ルキアンの時いや、あるんじゃないかなって思いながら、うん、いやいや、まあ、うん、その感じはありました ね、うん、ルキアなんか移籍の噂出てますね。出てますね。びっくりしましたあれ。いや、まあ欲しいっすよね。いやいや欲しいっす、うんうん、福岡でしたっけね噂はね、うん、でもまあまあまあ残るんじゃないですかって思いますけどね。うん、うんうん、いや、遺跡の噂いろいろ出てたんであれですけどね。そうですね、うん、まあ、京都戦なんですけど、まあ、宇高はまあすごかったけど、うん、まあ、京都やっぱ全体的にこう強度がすごく高かったと思って。そうですね、うん、まあ、切り替えもやっぱりめちゃくちゃ早かったし、ね、球際のところでほぼ、ね、全部カサッってなった時は持ってかれてましたしね、うん、そうですね、
いやさすがでしたね京都はね。プレスはやっぱ連動するプレスっていうんですかね、うん、1枚目2枚目3枚目ぐらいまでがちゃんと先読みして、はい、うん、あれはなかなか剥がせない。いや強かったです。やっぱ昇格するチームだけありましたね。はい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 、うん、まあ、宇高選手もそうですけどやっぱ左サイドの荻原選手、はいはいはい、あの選手はいいですね。うん、浦和戻るんかな。あ、うん、どうなんすかね、うん、全然やれそうですけどね。うん、うん、って感じましたけどね。まあ最後のところはねちょっとそこまで、まあ、昇格かかってないところをやったからかもしれないですけど、うんうん、まあ、精度というかね、うん、強度は少し低かったかなというところですけど、はい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 、そこまではもうすごかったですね、うん、やっぱり。まあ、神奈川もただまあその中でやっぱり粘り強くっていうところで、うんうん、崩されながらも最後のところでは体張ってましたし、両センターバックはかなり良かったんじゃないですか、はいはいはい、あのあれをちょっと見ててちょっと熱くなるもんありましたね。まあ、京都の、ね、シュート数24本、うん、もうかなり、ね、打たれてたけど後藤選手の、まあ、正面というか入ることが多かったんで。そうですね、うんうん、でも後藤選手も、ね、こぼすことなく、ね、全部きっちりキープしてたので、うん、そうですね、うん、守備は集中してやってましたよね、はい、そうですよね。まあ、ただ後半ですかね、後半の立ち上がりぐらいからビッグチャンス何本か作りましたけれども、はい、うん、まあ、あそこで、ね、仕留めれればっていうゲームプランだったと思いますけれどもね、うんうんうん、一番惜しかったのはあれですかね、島田選手打ってキーパー弾かれて力安選手詰めたやつ。そうそう、あれが ね力安選手ここで決めなね、どこで決めるんやといや俺も思わず叫んじゃいましたもん、ね、ここで決めてね、うん、弾みようとは思ったんですけど、まあもったいなかったなと思って。そうですね、まあやっぱああいう中盤の選手なんでね、うん、ああいうとこで決めるか決めないかで、うん、もう彼 あの選手としての商品価値がねまた決まってくるところだと思うので、うんうん、あそこは仕留めたいところでしたね。はい、まあ、結果の勝ち点1取ったっていうところではあるんですけれども、はい、途中経過がね、まあ、ベルディが3点か、うん、取って相模原が、はい、であのハイライトを見たんですよその試合の、はい、相模原はそんな悪くなかったんですよね。チャンスやっぱ何回かあって、うん、これもし決まってたりとかしたら、うん、やっぱやばかったし、うん、で群馬大宮もね、大宮が3対1か、うん、で勝って、まあ、意地を見せたというところで、はい、なんか大前選手群馬の、うんうん、遺跡の噂出てますよね。いや京都行くって ね、いやすごいっすよ、こっからまた J1 に ある意味 J1 から J2 に落ちて、まあ、はいはいはい、J2 でもその規模のちっちゃいクラブに、うん、まあ落ちたわけですけれどもね、はいはいはい、そっからまた上に行くっていうのはなかなかないですからね、うん、これがほんまに決まれば、うん、ほんまにすごいし、うん、いやまた J1 でこう活躍する姿はね、うんうんうん、僕はあの本当に清水の同期なので、はいはいはい、普通に応援している一人なので、うんうん、頑張ってほしいです、うんうん、そうですよね、同期がねまた個人昇格するんであればね、はい、嬉しいですよね。嬉しいですよ、うん、すごいですね、すごいですね、うん、いやでもね、やっぱ昇降格があるリーグはきついっす。きついっすね、うん、面白いけど、うん、きつい。やっぱりその当事者になっちゃうと、はい、こんなひどいもんかと思いましたね本当ねえ、うん、まあ今シーズンは皆さんもそうでしょうけどね、うん、しんどいシーズンでしたね本当に。いやそうっすね、はい、しんどかった、うん、1ヶ月ぐらいね、丸々オフとかあればいいのに。でももう来年の話もね、しなきゃいけないわけで、はい、そうですね。で、他のチームはね、続々とこう監督、新しい監督が決まったり、はい、選手はまだ、まあ、噂の段階ですかね、はい、決まったっていうのはあんまり聞かないですけども、うんうん、まあ、金沢に関しては、まずホドルフォ選手、レンタル終了で退団ということで、はい、であと金子選手と本塚選手は契約終了、うん、はい、佐久田雄二選手が引退ということですね、うん、はい、まあ、ちょっと今年はなかなか出番がなかったので、うん、うん、まあ、やむなしかなというふうにも思うんですけど、うん、はい、あのちょっとやっぱいてほしかったんでちょっと残念なんですけどね。そうですね、見てる、ね、方からするとやっぱり圧倒的なストロングがある選手なので、うんうんうん、まあ、見てて楽しいっていうところありましたしね、うん、でもある日を境にやっぱ使われなくなったので、はい、うん、使う側からするとそのウィークがあると使いづらいっていうところは、ね、うん、あるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、彼が、ね、このチームだけじゃなくて彼が生きるクラブというか生きる監督も出ていると思うので、うんうん、まあ、日本でやるのかどうなのか分からないですけどね、うんうんうん、個人的には水戸とか行ったら面白いんじゃないかって、ああありかもしれないですね、うんうん、結構もう行ったり来たりの打ち合いするので、うんうんうん、まあ、あの来年がね水戸どんなチームになるかちょっと分かんないですけど、はい、あとはマサーですね、金子選手は2014年からなのでもう7年半ですかね、はい、うん、昨に続いて長かったので、うん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 、
うん、まあ、僕も2年半プレー一緒にしましたけれどもね、はい、まあ、ちょっと寂しい気持ちはありますけどね、はいはいはい、まあ、彼もやっぱり、2020年ですかね、怪我してからは、うん、多分彼自身苦しんだだろうし、うんうん、まあ、戻ってきてからパフォーマンスが多分ね上がりきらなかったっていうところもあると思うので、うん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 、まあ、不本意というかね、はい、まあ、その怪我が理由ってかなり大きなウェイトを占めると、ただやっぱり賢い選手なので、ね、本当に、はいはいはい、うん、技術もあるし、うん、オールマイティーなところがあるので、うん、まあ、もしプレーするならば応援したいしね、また輝けるところで頑張ってほしいなと思いますね、はい、で本塚選手、あ、そうですね、大卒2年目で終了っていう、はい、満了ということで、はい、フィットしなかったっていうところでしょうね、監督と。まあ、彼もでもやっぱストロングの左足っていう武器が、圧倒的な武器があるので、うんうんうん、生きるチームもあると思いますし、はい、まあ、もっともっとこうなんか淡々とやるイメージがあるので、もっとこうなんていうんですかね、うんうんうん、ギラギラしたようなものを、はい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 、まだ若いのでもっと見せてほしいなっていうのは、うんうん、感じますね。なるほど、はい、本塚選手はもったいないなとは思ったんですけど、うん、やっぱ途中で使われなくなってしまったんで、そうですね、あ、そういうことかって、うん、構想外みたいな感じになっちゃったのかなっていう。そうですね、うん、まあでも満了になることが本当に彼らにとってね悪いことだけじゃないと思うのでね。そうですね、はい、うんうん、これから先本当に輝けるクラブで出会えるかもしれないので、うんうん、頑張ってほしいです。あの2021年、今年ですね、シーズン振り返って、はい、まず42試合完走っていうのがすごいですね、うん、まあ、全チームに言えることですけど。そうですね、コロナ禍はやっぱりまだあったところで、はい、まあ、もうでも後半戦は本当にうちで言えばヒリヒリしましたね。全く勝てんかったっすもん ね、 ね、うん、後半戦というか夏前ぐらいから3勝ですかね、オリンピック中断前に大宮、愛媛に勝って、うん、ここは2連勝だったんですよ、はい、でそれを最後に勝てなくなって、うん、オリンピック中断前の最後の試合が千葉戦だったんですよね、はい、でここカットカウント、いやマジきつくなるよって言ってたらもうほんと勝てなくって、はい、で次勝ったのが新潟だったんで、うん、厳しかったな。まあ、後半戦に関しては本当に残留がミッションだったと思うので、うんうん、はい、もう本当によく残留できたなっていうところですよ ね、 そうですね。まあ、ただこれからねクラブがどういうサッカーを目指して、うんうん、どのくらいのところを狙っていくのかっていうのはね、うんうんうん、明確にしていかなきゃいけないですしね。そうですね、うん、もうあれじゃないですか、次ラジオするときには監督どうやっていう話はもう決まってるんじゃないですかね。あ、まあ、そうですね、まあ、あの通言だけじゃなくて他のチームも、はい、おそらくこの選手が入る、この選手が出る、監督この人がかなり固まってきてんじゃないかなと思うのでですね、はい、まあ、まあその辺もねちょっと交えてお話できたらなというふうには思います。来週も続きますんで、はい、あとあれですわ、はい、あのロゴを新しくしたんで、あ、そうですね、ロゴね、はい、グッズ化もちょっと検討してるので、はい、あ、そうですよね、はい、もう T シャツとかもね、はい、あったら、うん、はい、ということでね、今日ちょっとふんわりした感じではあったんですけれども、はい、また来週もね、うん、何かしらのコンテンツは用意しますので、はい、また聞いた感想とかね教えていただければと思いますので、はい、またぜひ年末も辻尾ラジオ聞いてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。では今日はこの辺で失礼します。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りしました。